を冷ませかカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなことオラ死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。さあ行くぞ。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。わあ、お父さん。ごはん。ピッコロ。おめえどうしてここに。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、レーダー貸してくれ。え？おめえ、キントーンの速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。た、我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。プレゼントしてやる。チェックはつけてやるぞ。オラの本気見せてやる。そうだ、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、
だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、火を止めてみっか。ありゃ、うん、ほら弱をつけてやつ。そうだ、プレゼントしやる。めはな、何？戦闘力1307？ お父さんをいじめるな！うわあ！こわ！やめろ！やめてくれ！あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな、覚悟いいか。あれ？待て！魔眼光殺法！そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人が ここにやってくるのは いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。バカな仲間どもが死んじまってショックか？そういやもう一匹バラバラになったチビもいたっけな。ピッコロ、なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか？許さんぞ。邪魔だ！ベジータ、カカロットの戦闘力はいくつになった？8000以上だ。8000以上？それは間違いだぜ、故障だ。てめえなんかがこのナッパ様に
叶うわけがないんだ。どういうことだ、カカロットのやつ、どうして短期間のうちにこうも力をつけた。すげえ、本当にすげえぞ、悟空。勝てる、勝てるぞ。はい、動けないサイヤ人など必要ない。死ね。ベジータ。なんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつはすごすぎるんだよ。かえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。すまねえな、あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。場所を変えっぞ。好きにしろ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように対、要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで俺はこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を。絶対に許さんぞ。もうこんな星などいるもんか。何だとは。捕らえた。俺のギャイック砲は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。ギャイック砲バカめ、引っかかったな。
ありゃ！じけて混ざれ！なんだありゃ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい。なんだ お父さんの気がまた上がったんじゃ。僕戻ります。待てよご飯。どうだカカロット。どうなってやがんだ。大猿の化け物。なんだってんだ。なんだじゃあの化け物は。オラと地球の元気玉食らわしてやる。そうか、やっと分かった。じいちゃんを踏みつぶして殺したも、武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。いやねえじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、多分オラの気を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって犯人にまた行ったらさ、謝りに行くよ。元気玉を出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。よし、この距離なら。どこだ。どこに行きやがった。見つかった。間に合ってくれ。できた。地球中の元気が集まった。よし、くらえ。これで終わりだカカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。いやイーたちの最後っぺってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。この俺の顔に傷を。
潰してやる。うわあ！せいぜい苦しんで死ね。今のでずいぶん骨が折れたようだな。痛いか？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。元気玉だ。何やっとんだぎゃバケロ。何？あのバカ。クソったね。はあ。羽消せ。ご飯。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。リフーム、ファイティング。悪いな、好きだらけだったもんだからつい。このやる。どうするおめたち、とっとと自分たちの星に蹴るか、それともこいつみてにぶっ倒されていいか。聞いたかバータ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。行くぞ。ああ、教えてやるぜ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。貴様、これで終わりだ。クラッシャーボール。
これで終わりだ。クラッシャーボール。やったぞ。ざまあ見ろ。あれで平気だと。これで終わりだ。クラッシャーボール。少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。ほら、ワクワクしてきたぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺6万。やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだろう。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時が。よし、こっちも行くぞ。アバよ、カカロット。ベジータ、スクシュレリニュー隊長、俺も加勢します。くそ、ベジータがいなくなっちまった。こっちが不利。誰が手を貸せと言ったか、バーチャー。今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。ほんの少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。オラの本気見せてやる。少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。
こいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ベジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘い戯言をほざいていろ、カカロット。この俺が始末してやる。死ね。バカめ、チェンジ。間に合ってくれ。どれ、どけ。あの野郎、どうやら元に戻れたぞ。なんだ、カカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったな、ベジータ。これだ、そら。今度は何だ。やったぞ。ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてここのナメック星人のためにも。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。俺だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。あら、やっ、なめるな。わバン、生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは。どうやって料理しようか。そら、無駄だよ。いやー、なに、なんと、いやー、なに、いやー、やめるな。頑張るね、君。うわ、バン、まだまだ。ほらの本気を。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なやっ、メガネ、
痛かったぞ。オラの木全部使い果たさねえと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけど元気玉使うしか。オラワクワクしてきた。生意気だよお前。ほら舐めるな。おちょっと脅してやるか。少しずつでいい。現金を開けてくれ。来た。こんなもの。うわそんな。貴様らを許すと思うか？クリリン！やめろ！フリーザー！ここ！お次はガキの方かな？許さんぞ！欲望！ピッコロを連れてさっさと地球を蹴れ。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空。聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと悟空、お前、自分が何を言ってるのか、分かっておるのか？クリリンの仇を討つんだ。あいつは、二度死んだ。もう、ドラゴンボールでも生き返れない。クリリンは、いいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。85%フリーザ、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わり。これがお待ちかね。じゃあこいつはどうだ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。
時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。なめるな。こっちだ。宇宙一なんだ。貴様は俺に殺されるべきなんだ。こいつはかわせんぞ。バラバラになりやがれ。くたばり損ない。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クレリンのことか。クレリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く魔たち全てを地球に送ってくれ。変えてくれ、その願い。この俺を除いた者たち全てを聞いておったのか、悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそのことを望むなら。どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだー。